ウィネシーク軍はアメリカ合衆国アイオワ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1056人であり、2000年の2万1310人から1.2%減少した。軍庁所在地はデコラ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウィネシーク軍は大半が田園であり、農業の軍である。チェコ、スロバキア、 イギリス、アイルランド、ドイツ、スイス及びノルウェーからの移民が入ってきたので豊富な文化の歴史がある。1848年に現在のブルームフィールド軍区とワシントン軍区での入植から始まった。1847年には軍政府が組織化され、ウィネベエゴ族インディアンの酋長から名前が取られた。 1980年、ウィネシーク軍の人口は2万1842人だった。1980年代の州全体と同様に人口が減少し、1990年の国勢調査では2万847人にまで減った。しかし、1990年代にいくらかの増加を見て、2000年以降は2万1000人を超えている。ウィネシーク軍政府は、 州内の全軍と同様、党派選挙で選ばれる、軍政委員会が管轄している。委員は5人であり、人口を当分した5つの選挙区から各1人が選ばれている。その他に選挙で選ばれる役人は、軍検察官、監査官、保安官、財務官がある。軍政委員会とその他役人の事務所は、軍庁所在地の軍庁舎にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 群域全面積は689.88平方マイルであり、このうち陸地689.61平方マイル、水域は0.27平方マイルで、水域率は0.04%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウィネシーク軍は20の軍区に分割されている。ありがとうございます。